ちなみに曲はですね、ベルリングランド、あのベヒシュタインとのコラボということで、この音色を選んで弾いてみました。この音色の特徴は、あの透明感のある音色と、あと旋律がやっぱり美しく浮き出やすいということなんですね。今のように歌がメインで伴奏がある曲とかだとね、すごく美しく響きが作りやすい、あの音色になっています。ロシアとポーランドにあのちょっと演奏しにコンサート行ってきたんですけども、モスクワにも学校にこのセルビアのがあったり、ポーランドの空港、ショパン空港にも置いてあって自由に弾くことができたんですね。本当にあの私たちの連弾も進化系と呼んでいただいてるんですけれども、あのこのセルビアのもまさに進化系のハイブリッドだと思うので、ぜひ皆さんあの、ね、お弾きになられてください。じゃあ最後皆さんと共演します